松本和正です。デビュー10周年という節目の今年を皮切りに、ショパン生誕200年の2010年を間に挟んでの3年連続演奏会、ショパンとの対峙に挑むことになりました。第1章誇り高き魂は10月6日東京文化会館です。松本さんというとドイツものの演奏家というイメージが強いと思うんですけれど、はい、松本さんにとってショパンはどんな作曲家なんですか？そうですね、割とやっぱりこうベートーベンとかたくさん弾いてきたんで、本当に世間でドイツもの弾くっていうイメージがたくさんついてるんですけど、小さい頃から一番弾いてたのはショパンなんですよ。実は最初にこう好きになった作曲家もショパンでしたし、そこからまあほとんどそのメインの曲は弾いてるなって言っても過言じゃないくらいたくさん弾いてて、自分の中でこうショパンのなんか波がすごくあったんですね。もうたくさん弾いてきたからこそ、あのショパンをすごく弾いてた時期と弾かない時期とこう波があって、弾かない時期にちょうどこう注目を浴びるようなことが多かったんですよ。それでたまたまショパンはあんまり弾かない人だみたいなイメージが出来上がってるんですけど、実はすごくショパンが好きでたくさん弾いてるんだっていうことを今回示したかったですね。松本さんにとってショパンはどんなイメージですか？イメージ、そうですね、なんかあの他の例えばロマン派とかそういうジャンルではくくれない作曲家っていうイメージですね。自分の中でショパンっていうのはもうショパンっていうジャンルが出来上がってる感じで、ですごくたくさん弾いてるんですけど、なぜかこうどっかこう壁を作られてるような、何かこう最後のショパンの人間性が見えないような、そういう感覚がずっとあったんです、小さい頃から。でもこうそれが幻想ポロネーズを弾いた時にパーッと溶けていったような感覚があって、で彼は多分すごく傷つきやすくて繊細で、でもプライドも高いから、その傷ついた部分を人に簡単には見せられない、その部分が僕が感じてその壁みたいなものだったと思うんですけど、そういう人なんだっていうのが分かってから、なんかすごくショパンが身近に感じられる、さらに身近に感じられるようになりました。今回のショパンとの対峙というシリーズはどんな演奏会になりますか？そうですね、自分なりのそのショパンのイメージ、さっき言ったようなショパンのイメージと、あと世間でついちゃってるショパンのイメージ、それは正しいものも本当はそうじゃないなっていうものもあるんですけど、そういうものをちょっと崩していきたいなっていう、そういう意味もありますね。10月6日の文化会館のプログラムについてお聞かせください。どんなコンセプトなんでしょうか？はい、コンセプトはですね、副題で誇り高き魂っていう副題がついてるんですけど、ショパンっていうとどうしてもそのノクターンとかそういう女性的なイメージ、そう優しくてちょっとなよっとしてて、常に憂いがあってみたいな、そういうイメージがあると思うんですけど、そういう面だけじゃないぞと、ショパンは本当はすごく力強くて男らしくて、でその生まれたポーランドの民族としての誇りをすごく持っていた人なんだぞっていう、そういう強いショパンというか、そういう力強い男性的なショパンの面を表したいなっていうことで、その2つの要素を対比させるのがコンセプトですね。今回はどんな曲を聴かせていただけるんでしょうか？はい、先ほど言ったようなその女性的な面としてのショパンのもう代表例としてノクターン2番ですね、有名なノクターン、あと別れのワルツ、もう一つその後に続くワルツとか、その辺を弾きます。で男性的な面としては有名な曲ですけど英雄ポロネーズ、あとポロネーズの英雄ポロネーズが6番なんですけど、5番っていうのもすごく男性的でかっこいいです。あとスケルツォの1番革命のエチュードあたりもそういう強いショパンを表している曲ですね。その辺を弾いていこうと思います。日本では男性のピアニストはあまりショパンを取り上げないような気がするんですけれど、そうですね、そういえば割とこうショパンっていうと女性の綺麗なピアニストの方が
ノクターンとかを弾いてるようなイメージがあると思うんですけど、だからこそこう男性のピアニストとしてどういうショパン像が描けるかっていうのをそのすごく自分としては見せたいですね。生誕200年記念ショパンとの対峙、10月6日東京文化会館、お問い合わせは東京音響0332018116まで。